どうも、サワガンです。ということでね、おかげさまで大好評、シリーズ合計約50万再生のレジェンド選手を振り返る企画、第4弾は、前世紀の真由美選手の成績を改めて振り返ろうという動画でございます。ということで早速、行ってみましょう。まず真由美選手の年度別成績見ていきましょう。こちら、真由美選手は今から48年前の1973年にドラフト3位で西武ライオンズの前の太平洋クラブライオンズに入団しまして、1979年にトレードで阪神に入団します。で、17年間阪神でプレーしまして、1995年に退団しました。なんで24歳以下の人は現役時代のね、真由美選手のプレーを生で見たことがないということですね。では1年ずつ振り返っていきましょう。1979年、1年目の成績はこちらです。125試合517打数142安打13本51打点打率2割7分5厘、 OPS711 ということで、さっきトレードで入団したって言ったんですけども、このトレードの内容がめっちゃやばいんですけども、当時阪神の顔だった田淵選手と古澤選手で、西武の真由美選手、若菜選手、竹野内選手、武田選手の2対4のトレードっていうね、今で言うと誰なんですかね、もう大山選手のバッティングができる梅野選手と青柳選手とかね、秋山選手とかをもう西武の4選手とトレードしちゃったみたいなね、それぐらいやばい。で、真由美さんはね、1年前の1978年、トレードする前の年にショートでベストナイン受賞してたんで、1年目からね、1番ショートとして1軍定着します。で、この年自身初の2桁本塁打を放ちます。で、2年目、1980年の成績はこちらです。113試合459打数131安打29本、74打点、打率2割8分5厘、 OPS が868ということでね、この年も1番打者としてスタメンで出場してるんですけども、セ・リーグ5位の29本塁打記録してますね。1番打者で29本も打ってますからね、こんな選手いたらほんまにね、ピッチャーからしたらもうかなり恐ろしい。で、3年目、1981年の成績はこちらです。111試合、444打数、121安打、13本、36打点、打率2割7分3厘、 OPS が742ということでね、この年は故障の影響でちょっと試合数が減ってるんですけども、さっきからちょっと言ってなかったんですけど、真由美選手足も速くてですね、1979年、1980年、入団1年目、2年目、この年20盗塁してまして、で、今年3年目も26盗塁、で、途中までね、盗塁王争いしてたんですけども怪我してしまったということで、一応3年連続20盗塁超えもこの年達成しております。続いて4年目、1982年、こちらです。130試合、515打数、151安打15本、55打点、打率2割9分3厘、 OPS が758ということでね、20代最後の年、29歳、4年目にして初の全試合出場、そして打率2割9分3厘は自身初のセ・リーグ打率トップ10に入る成績だったそうです。で、続いて30歳、1983年はこちらです。112試合、448打数、158安打23本、77打点、打率3割5分3厘、 OPS971 ということで、入団5年目で自身初の3割超えで、キャリアハイの3割5分3厘ということでね、これ首位打者を獲得します。そして自身2度目のセカンドで初のベストナインを受賞します。で、1番で20本打って3割5分3厘のバッターっていうね、さすがレジェンド、もうすごい。そして1984年がこちらです。117試合430打数、123安打27本、64打点、打率2割8分6厘、 OPS が893ということでね、この年ももう20本超え、そしてこの年に1000試合出場、1000本安打を達成します。そして1985年がこちらです。119試合、497打数、160安打、34本、84打点、打率3割2分2厘、 OPS が991ということでね、皆さんご存知、1985年は21年ぶりのリーグ優勝、そして球団初の日本一の年なんですけど、このバース掛布岡田がね、ちょっとクローズアップされがちなんですけども、この1番真由美選手の活躍がねすごくて、この年の160安打、34本塁打、84打点、 OPS991 はキャリアハイで、自身3度目のベストナインも受賞してますし、日本シリーズでも活躍して優秀選手賞も受賞します。この真由美選手やったりバース選手、掛布選手、岡田選手のキャリアハイのほとんどの数字がもう1985年ですから、もうね、こんだけ打ったらもうさすがに優勝するやろっていうね、もう感じの成績ですよね。そして1986年がこちらです。123
3試合512打数157安打28本60打点打率3割7厘、 OPS が901ということでね、まあ、この年も2年連続の3割超え、そして5試合連続ホームランを放つなど、この年もねホームランを量産しまして、4年連続20本超えを達成します。そして次の年1987年、119試合455打数、123安打23本53打点、打率2割7分、 OPS が800ということでね、まあ、この年も20本超えで、5年連続20本超えを記録しますね。皆さん忘れてるかもしれないですけど、1番打者ですからね、1番でこんだけ5年連続20本超えで2割7分打つっていうね。で1988年がこちら、130試合478打数、129安打17本67打点、打率2割7分、 OPS が726ということでね、この年は自身2度目のフル出場を果たします。そして平成元年1989年、95試合279打数、69安打16本37打点、打率2割4分7厘、 OPS777 ということでね、まあ、この年は通算250本塁打を達成するんですけどもね、12年間続けてきた100試合出場がこの年途切れることになります。そして1990年、79試合247打数、75安打17本49打点、打率3割4厘、 OPS913 ということでね、まあ、この年からは若手がね出てきたってこともあって、まあ代打での出場回数が増えてきたんですけども、しっかり3割、そして17本もホームラン打ってますし、まあ、本当にね代打中心になってくるんですけども、ここあたりからまあさすが真弓選手という成績ですね。で1991年、102試合288打数、77安打17本61打点、打率2割6分7厘、 OPS811 ということでね、まあ、この年も代打中心だったらしいんですけども、9月26日の中日戦で代打満塁ホームランなどね、まあ、代打中心でもこれだけ打ってますから、でこの年は3000塁打も記録します。で続いて38歳のシーズン、1992年、こちらです。68試合101打数、21安打1本12打点、打率2割8厘、 OPS505 ということでね、まあ、この年は68試合出場なんですけども、代打出場がこの中で52回でもほとんどねもう代打出場になってしまうんですけども、もうベテランとしてねチームに貢献し続けます。そして1993年がこちらです。63試合63打数、14安打2本塁打10打点、打率2割2分2厘、 OPS619 ということでね、まあ、この年も同じように代打中心の出場。そして40歳、1994年がこちらです。65試合63打数、17安打2本30打点、打率2割7分、 OPS742 ということでね、まあ、この年も6月1日の広島戦で代打逆転満塁ホームラン打ったりね、代打だけで17安打30打点ということでね、まあ、ちょっと今どうかわからないんですけども、この30打点は代打のシーズン最多打点を記録してます。まあ、日本記録ということでね、それぐらいも代打中心になってももうさすが真弓選手、これだけの勝負強さ。そして最後の年41歳、1995年、25試合27打数、6安打0本4打点、打率2割2分2厘、 OPS が535ということでね、まあこの年は阪神淡路大震災の影響で、まあ、満足なね自主トレができなくなったり、まあ、怪我の影響とかもあってあんまり出場することができず、球団側もね引退試合とか花道用意したんですけども、真弓選手はそれを断って、で結局自由契約になりまして、でそっからね他球団から声がかからなかったっていうことで、まあこのシーズン限りで真弓選手は現役引退になりました。ということで最後に通算成績見ていきましょう。1696試合、5823打数、1674安打277本、824打点、打率2割8分7厘ということでね、最強の1番打者で代打中心の起用になっても勝負強さを発揮してね、本当にすごい選手でしたね。ということで、まあ、ちょっとでもねこの動画いいと思ったら、いいね感覚でねチャンネル登録していただければもうめちゃくちゃ嬉しいんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。さようなら。